はい、どうもこんにちは、わさび2のお時間でございます。今回はちゃんと A タイプを打っていきたいと思います。いやー、何なんすか前回のあれは。前回、おさらいしますと、まず好きな台を打っていいよ引き当てたんですよ、ルーレットで。それで台との超人気機種をですね打ったら、天井化け、天井ちょい手前化け、終わりで、前回ねあまりに申し訳なかったんで最後にルーレットをやったんですよ。先にやっちゃおうと、いつもならオープニングでやるルーレットをケツにやって次回予告とさせていただこうと。それでね、もう素敵なキラキラ輝くような弁当みたいなね機種がね出れば、おー次弁当か、ちょっと見てみたいなみたいになると思ったら、出てきたのがボス番長 A です。コメントのしようがないですよ。もうでも俺もあの前回ので吉宗で一回ボーナス当ててない今も来てるんで、今日は1枚役すらこぼしません。それでいこうと思ってます。1回でもこぼしたらお仕置きでいいです。なので本気のやつを見てください。ぜひご覧ください。切っといて、やっぱどうせ2回目ぐらいの一番役でこぼして、ああダメだっつってふてくされるでしょ。ちゃんとやってみる。覚えてないけど、やってみよう、思い出してからは全部こぼさないんですよ、最低でもね。それでいいよ。はい、というわけで、今回はオス番長 A が当たりましたんでやってみたいと思います。さあ、ダイトの借りはダイトで返せということで、この台でなんとか前回負けてる分の1500枚を取り返していきたいなと思うわけですけれども、これチェリーって2種類あんのかな。同じに見えるな、パッと見学ぶって書いてあるのとベンって書いてある、どっちだろう。一枚役は白7チェリーバーなんですけど、どっちの1枚だ。中リール中下段に、うん、3番の弁当、2連の上の方の弁当を狙う。これだよね、そうだよね。で停止形によって打ち分ける形。そうね、うん、よし、これで今日はこぼさず行こう。俺やってたのはバーを下段にビタ押ししてましたけどね。でズルンと滑らせて、そう、来なかったらもう何にもいないって、そんだけです。白頭だけあとは狙わなきゃいけない。そう、あとこの台回んないよね。そう、回んない。そうでもオス番長 A はまあまあまだ残ってるとこはバラエティーとかに残ってるよね。ありますありますね。こんなエースとかでもあるもんな、一枚確か。そうですね、全然あります、ね。うん、これでもなんかすごい当時めんどくさがってたけど、あんまりこぼしそうな感じしないな。はい、ああチャンス目からですね、リプレイばっかり。まあいいのかな、もうもういいんじゃないですかね。もういいんだろうね。お、取れた、取れましたね、1枚取れた。ちゃんと滑ったかどうか知らないです。ちゃんと滑ってないんじゃない。お、滑ってる、滑ってるかも。白化け、まあ当たるよね。よし、じゃあミックだなこれ。よいしょ、速攻当たったじゃん。追加1本で当たった、追加というか1本で当たったよ。ああ、番長ボーナス中はですね、9枚役を1枚獲得すると、はい、右左適当し、あ、ごめんなさい、中右適当で、中段に黒いバーをビタ押し、はい、取れた。あとはもう順押しでやってくれと。なんかバケチェでずっと見倒してるとなんかあったりしたい気がするんだよね、推測要素みたいな。ボーナス中はですね、赤7と青7の塊を枠内に押して、うん、それで滑った時、ああそうだそうだ、はい、
で滑りベルは確かどっか光ったりするんですよね、うん、そうそうここここそこ光るんでしたっけ、うん、で滑りベルが1と5だと8分の1、うん、2と6だと 6.4 分の1なるほどね。でそれとまあバッケどんぐらい当たるかでも器具はほぼ分かるよみたいな感じだね。そうですね、うん、もう2回目3回目3回出たよ。3回出ればいいんじゃないですか。おー4回目あーもうそれ偶数ですよ。偶数偶数さあ260枚ちょっと少なめなんだよね。軽いのと RT 分って感じだよね。あ俺番長3嫌い。これがいい。あっという間に終わりましたよ。20ゲームですからね。そう早いよね。青7で50ゲームですから300枚ぐらい取れるよね。青ならだとはいで50ゲームうんよしまあとりあえず幸先はいいぞ。前回は当たりすらなかったのに7が揃ったよ。今回は無演出の一枚役はなかった気がするんだよな。ただ第一ショートがあるんでそうもちろんもちろんじゃん。だから無演出っていうのは全くなかった気がするっていうだけ。すぐチャンス見つけたな、うん、これが男の、もうさっきめんこの人にはダメなんだろう。あそっかこんなこともあるのさ。おお青じゃないですか。青があったよ。67ゲームやった。青があった。青はやっぱあんまり考えないもんね。よし分かんないよ何でもいいや。やっぱ吉村とか打つもんじゃないんですよ。本当だねすごかったよね。ノーマルタイプ打ってるのが一番いいんですって。あ当たるんだから。おエルインカがあるじゃないか。そうだよびっくりした今なんか金色の台あんだと思ったらエルインカか。これ宿敵びっくりした。宿敵エルインカですよ。でもあれからさそのエルインカのああいうミスあったでしょ、まああれもそうなんだけどとにかく日暮らしのさ白7を押さないミスが多くてさひどいなそれは、うん、ああ落ちたってやっちゃうやつ大打撃じゃないですか。いや、まあ、200ゲーム違いますから。まあでも200ゲーム当てればいいんで。さあ50ゲームおーいお弁通ですな。あ、チェリーだ。これなんで押し順ナビ出んの。それっぽい雰囲気を出すためです。雰囲気作り。あ、本当だ50ゲームだ RT がね。これはベルってことか。あそういうことね。この曲かっこいいよね。このクレアもそうだけどやっぱいろんな曲が聴けるのはいいよね。うんライトさんの持ってる財産ってすごいんだなと思い知らされる。デフォー画面あるのかなそういうのも。まああるだろうね。なんかあったような気がしますね、うん、よしとりあえず調子いいぞ。オープンねー。危ないよね。危ない危ない危ない、うん、いやほんとこの台を打った期間の寿命が短かった。なんで短かったんですかね。いやこの一枚役のせいじゃないですかね。うんでも今だって日暮らしとかがこんだけ人気出てるわけじゃないですか、うん、あれだってぶっちゃけめんどくさいじゃないですか。まあでも 103% だもんね。であとはもともとそれありきのゲーム性とそれなしきのゲーム性がイメージの問題じゃない。なるほど、うん、面で判断するからさ。ああやったもうやっちゃったよ。やりましたね。あ違ったかもよほら。まあここにいるよ。いや多分それは第一ショートしてますから。あそっか1ショートしてるもんね。なんだよもうやったじゃんよ。もうない。おここできた。おおお。白なの？
あ、白白白白がいた。よし、すげえモリモリ出てんじゃねえか。少しでも吉村の責任を番地に取ってもらおう。 RT 変えないですね。あ、めんどくさくてやってらない。次からやるよ。そういうのもパチスロライターのお仕事だからね。うん、40? お、なんだ、当たった。おお、すげえ。赤赤バーかな。すげえ。モリックス。あれ、箱箱行く。あ、まだ大丈夫だ。あ、めっちゃいい台じゃないですか。いい台だよ。いい位置だよ。こんなにメダル吐き出してくれるなんてね。え、レギュラーはなんかあの番長2のレギュラーみたいな絵だっけ。なんか歩いてくるやみたいな、うん、土手走ってるみたいな。千枚近く出たよ。素晴らしい。あ、ほらライター。そう、しかも俺番長3嫌いなんだよ。ライターとしてって言ってたのにね。え、さっきはそこのやつが40とかで、40だった1枚取って、うん、消化中に70とか出てましたね、うん、さっき30の1枚は外れたね、逆に10で1枚焼くとかも熱いかもしれないね。ああ、そういうパターン。俺今これ打っててすごい単純な思考なんだけどさ、あの次いつも行く店行った時番長へ打とうと思った。おう、すごい単純でしょ、単純ですね、思考が、うん、楽しいな。あ、もうちょっと早いな。だ、まあ決定打のビッグ中の外れとかはもう引くかどうかみたいなところありそうだよね、うん、ただ4段階なんである程度推測はねつきそう。偶数使われてると6が難しくなっちゃうかなっていうぐらいか、うん、負け走ったらそれはそれでやめにくくなるだろうし、あとはまあ示唆の画面がやっぱりあるので、うん、RT 終了時の、うん、一応6とか積もってれば、うん、人情の示唆が 8% ぐらいで出るんです。なるほどね、それは出るね。で、1枚の後はあのリプレイ確率がアップしないんで、チャンス目と違って。だから先にこれやっちゃった方がいいかもしれないね。一回それで白7潰しといて、うん、で、これで全部潰れて終わり、うん。ああ、本当だ、8% もある。よく打ってると2以上は 8% も出る。すごいね。2だとあんま出ないのね。2だともうやっぱ 4% ぐらいしか。あ、でも 4% あんのか。その辺うまいこと作ったんな。お、チャンス目かな。お、まだこの形もあるんじゃない。ほら、強めのチャンス目。うん、お、リーチ目だよこれ。ベール外れってことは赤系、うん、赤頭。お、赤赤赤。あれ、ミスったんじゃないかな、バー下段を。ほら、なるほど、うん、初レギュラー94ゲーム。何かやんのかな。9枚取れたけど当てたっぽい。レギュラー中もあの1回逆押しして9枚取れって書いてます。うん、うん、やった、たまたまできてた。その後は左リールで2連枠以内狙って、そうそう、キャラ出すんでしょ、はい、キャラを増やしていくっていう。違うか、なんかビタで押せてると光るとかあったっけなと思って。
お、おお、さっきはたまたまでしたね。でもあるあったよなとは思った。すげえ熱い演出とかでチェリーとか弁当とか出ないかな。うんうんうん、あ、そっか、チャンス目はチャンスリップか、これ。なんだこれ。あ、チェリーか。遅めに押したチェリーだ。たまたま取れるんだ。たまたまでしたね。全然ボーナスを察知できるものを引かないよ。あ、三ショート弁当引いたよ。忙しいな。もうある程切れてますよ。なんだよそれ。全部空っぽでしたよ。めちゃめちゃ引きましたね今。うん、引いた。そして全部獲得したよちゃんと。すげえみんなからいっぺんにボール投げつけられたけど全部キャッチできたみたいな感じだったの。けど一個もストライク入ってないみたいな。そう。まあこのやり方、一万役からのやり方、あの1ショートさせたようなやり方としてはすごくよくできてると思うんだけど、問題なのはこの台の1枚役は取れることだと思うんだよね俺。取れなければよかったんじゃない。3種類ぐらいあってさ、こんなん狙わないよねみたいになった方が逆に演出があるノーマルとしては面白かったんじゃないかなと思うよね。まあそこはでもやっぱ技術介入を入れたかったんじゃないですか。まあでも面白いよ本当にこの台。一枚役のおかげでまあまあ当たるかもしれない役が来てくれるんでね。でもなんかあれだな、本当にこれこそ番長みたいなのないかな。シャッターチャンス目とか。ああ、いいですね。ね、見たいよね。だからさっきさ、白ナラさ、あの中段に来て揃ったじゃん。でチェリーの時下段に来たじゃない。来ましたね。だからさ、チェリー演出でさ、太陽の演出で白ナラ中段に来てさ、た時点で重複確定なんじゃない。ああ、なるほど、うん、チェリーの時下段だったもんね。あ、要はあのちょっとこれ遅めに押しちゃった場合、ここでビタル押したとかは白なら下段でチェリーが取れるんだけど、そこで押しちゃって中段だった場合は重複確定かな。もっといろんな他の場所を押してみても面白いかもしれないな。これど真ん中ベル外れは化けしかないのかな。そんな残念なことないと思うんだよね俺多分。今のところ2回連続赤化けですから、まあ、赤頭なのは間違いなさそうですよね。白七上段からのリップ外れとかもあってもいいのにね。なかったねそれも。なかったとか今のところ見てないね。でも覚えてない、あったかなかったかは。お、危ない危ない、ビタで落ちた。うん、おお、あ、ベル入る、まさかの。その攻めはその攻めはダメな攻めだ。いやでもなんかおもろいな。これ見ただと思うんだけど、ダメかな。旧花火もいなくなったよ。あー、あの太っちょ花火の方ですね。そう、最後は5打って負けたや。ちゃんと見とったんですか最後は。見とったよ、5だったよ、負けたよ。以上。お、あー寒い、サンショット弁当だ。一応当たったら青7だよ。青7狙えばいいんだけど、ちょっと中押ししたい。おおー、これ出るじゃん、青7か赤分け。
かっこいい。おお、弁当会社ですよ。よし、手止まったどうしても鏡だけは嫌いなんで。昨日もあの生放送中言ってたんだけど、危ない危ない危ない、全然選べねえな。じゃあ番長2だったから番長2にしようね。そう言ってたんだけど、まああのフリーズとか弾けるんだけど、弾いちゃうとつまんなくなっちゃうから、番組が弾かないようにしてる。チャンス目、ベルど真ん中でドキドキできるんでいいね。おお、わ、白か、うん、1枚、あ、揃った、そいつがいたなんなのよ。そうだね、よく今更なんだけど、よく考えれば化けがさ、RT ついてこないから、やっぱ化けばっかきついね。はい、いや、トイレ行ってくる。よい。ああ、面白い。いい台だな。うん。で、今、白7中段来て揃ったじゃん。ってことは、揃うとき、ここ中押して白7フラグがいるときは白7中段だってことだから、やっぱり下段に白7来たときのチェリーは絶対当たらないってことかもしれん。そこまで行っちゃったってことですよね。うん、しかし、まあ、1万役と思わしといて、2コマ滑って。どうも化けですっていうのもいいな。ああ、まあね、でもまあ今王者せいやって言ったから、さすがに揃うんだろうなと思って、何かがね、何かが。この間久々に忍び魂の暁打ったんですけど、ああ、はいはい、あれも久々に打つと面白いですね。うん、よくできてんなと思って。よくできてるよね。あれもなんかサラリーマン番長と雰囲気似てんだよ。なんでかっていうと、そのまあ結局面白いし、出るんだけど基本辛いじゃん、なんか何も起きねえよみたいなのばっかじゃん。気合が足りん。なんだこれ。おお、外れた。どうしたの。やっぱ1個前のやつ、うん、白もや、白もや出てたんで、 あれで当たったよ。多分あれで当たったんじゃねえかな。うん、こんなリーチ目出るじゃん。これビッグ確定じゃないの。ビッグ確定のつもりでいこう。こんなに一面も見たの。あ、これ違う、これリプレイだよ。これリプレイだよ、今のチャンスリプレイ。リーチ目リプ的な感じ。またチャンス目引いたんだけど。リールでやらせてもらえませんでしたね。ね、赤ビッグのリーチ目だったよ。2連が外れんの。かっこ悪。男を燃やす。よし、ビッグ引けたよ、なんとか。中押しもいろいろリーチ目あっていいね。それで狙うやつも絞れたらいいですね。うん、静かにしよう。懐かしい、これミスった。これサラバンだね。すっげえ聞いたなこの曲も。うん、なんで最後日暮らしみたいなんだろうね。最終ゲームで当たったらどうなるんだろうね。延長はしないでしょうから。うん、 RT 自体は延長されなくても、演出だけ延長されるかもしれないじゃん。どうなるんだろう、気になるな。いやー、いい台だなこれ。台ちょっと改めて、あ、やっぱ面白かったんだなってなった。でも変だな、俺クレイは本当に好きじゃないけど、クレイが好きじゃなくてこっちは今まあいいなって思う理由は何だろう。あ、リーチ目にあるかな。リーチ目じゃないですかね。うん、
単調ではあるけど、なんかベルが外れるのとかスパイダーマンみたいな気持ちいいよ。最初でもこの番長映画出た時は、ええ、出るって聞いた時か、はい、わ大丈夫かよって思ってたけどね。いやそれは多分全員思いましたよ、うん、でも大丈夫じゃなかったんだけどぶっちゃけ。まあ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 だってね、改めて打ってみるとまあまあ面白いんでね。ただまあさ、もうさ、まあ、言ってももう5号機のノーマルももうあと1年打てないんで。そうですね、今年の11月までが大半ですから。お、リプレイが外れた。そんなことあるのか。早く押しちゃった1枚ってこうなるのかもね。わかる、中リーの早く押しちゃった。 あ、でもリプレイ、いや1枚でそれって。あ、まあ、たまたまリプレイ引いただけじゃん。うわもうわかんない、もうわかんない、もうわかんない、最悪だよ。当たってる。おお、ああ、お、まあ、でもこの位置だと白白白は残ってますよ、ね、うん、おい、おい、何だったんだろうなあれ。一枚こぼしがでも有力じゃないですか。まあ、有力だし単独もありえるかもしれない、うん、お、初めてこの S でじゃない、ほら、おお、3段階まで来ましたね。うん、あ、声入った。お、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 リップリップ、まあそれはもう1枚引いてるからさしょうがない感じするけど。お、いた、いた、まあまあね、まあまあね、まあまあ、まあこんなとこかね。うん、うん、もう十分でございますよね。だいぶ当たったし1369ゲームで7の5、すごい、めっちゃ当たっとる。うん、まあ、ちょっとビッグの引き必要だったら2位かなとかって気もしますしね。うん、まあとにかく楽しく打てたからよかったかな。ちょっとあの改めてまた番長やろうかなって思えるようなあれでしたよ。よかったです。うん、内容になりましたよ。1017枚でございました。まあ前回倒した半分ぐらい感じでした。今回だけだと、プラス900枚ぐらいになったんじゃないかなと思います。楽しかったです。はい、というわけでエンディングでございます。前回は暗いエンディングでしたが今回は明るく終われそうでございます。1017枚、番長で出ましたね。投資がまあ1本プラス、まあ、前回の表紙目で持ってきた50枚ぐらいだったんで、まあ、しっかりと800枚ぐらいがプラスになりました。まあ、ビッグもレギュラーも、まあ、レギュラーはまあ6社内したら6社内と仮定すれば明らかに引き強だったんで、まあ、だいぶいい展開、まあ、楽しく最後ハマりでも220とかそんぐらいだったんで、うん、非常にコンスタントに当たってくれたんでね、ちょっと番長への良さを思い出すことができましたね。はい、まあ、あの連続演出中とか気をつけなきゃいけないところいっぱいあるけど、演出ね、あの例役ですよみたいな、あの丸ランプ何のためについてるのみたいな感じですけど、あれが光ってくれたりしないんで、まあ、でもそういう注意力が多分技術会議になるような台なんじゃないかなと思ったりもしております。まあでも言っても設置ももう島であるとかはないと思いますし、ほぼ、うん、あるとしたらまあバラエティか二数台だから、まあでも最近いろんなホール見てますと、とにかくバラエティを強めにしてる店って、まあ、特定日ね多かったりするんで、まあ、そういった店でなら、まあ、多分打つ機会なんかもできてきたりするんじゃないかなと思えば、まあ、私もいい復習になったかなと思っております。次ね、あの冗談抜きで、まあ、自分が行ってるホールで次番長へあの打って帽子かぶってるやつがいたら僕だと思ってるので
さあというわけで、まあとりあえず番長 A、打ちましたんで、まあこうやって着々と球が減っていくわけでございますよ。ね、あといくつ残ってるのか。前回が自由、今回が番長 A ってことで、ちらっと見えたのはエヴァ真心、多分2のことなんでしょうけど、なんかもうまだ残ってたりするみたいですけど、とはいえですよ、11月の間にまあまあ食い潰せるんじゃないかなと思いますんで、このペースだと。なので、今年の2021年いよいよ11月には全ての5号機ね、なくなってきます。まあ期間延長云々なければ、一応予定では11月ですから、これまでの間に、まあ、できる限りね、多くのノーマルを見送ってあげられるように、まあ次回からも頑張っていきたいと思いますんで、またご視聴よろしくお願いいたします。それでは今回もありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。